rpm は、英語のレボリューションズパーミニットまたはローテーションスパーミニットの略で1分の間での回転数である。日本語では回転毎分といい、回毎分、回転、分や r、ミニッツなどとも表記される。60rpm イコール6 0ッツマイナス1イコール 1rps イコール 1s-1 である。国際単位系に含まれる単位は、 s- スイチだが、併用単位として、ニッツマイナスイチも使え、軽量法では、rpm も認められている。rpm という単位は、主として回転する機器において、1周期を1回帰とみなし、1分間に何度同じ回帰を繰り返したかを表す単位として用いられる。例えば、電動機やエンジンを搭載した製品や、 ハードディスクドライブなどのカタログや取扱説明書の仕様などにおいてスペックの表示に用いられる。また、ファクシミリなどの線による描画を行う機器も1分間に何度線を記す動作をしたかを示し記録速度として用いられる。これは初期のファクシミリにおいて現在のようなラインスキャナとプリンターの組み合わせではなく回転ドラムを用いて 原稿の読み取りや印刷を行っていたことの名残である。ありがとうございます。